髪を切りました。藤丸です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、ステラ、ネム、IOC のチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨のチャート分析や株、そして社会経済の話を毎日発信しておりますので、投資に興味がある人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、今日仮想通貨市場はですね、結構順調にね上がってきたんですけども、まあこれ撮ってる、6時半ぐらいの段階では結構ねストンってね今落ちてきている、ちょっと怪しげな、空気感がしてますので、その辺について分析を話していきたいと思います。あと引き続き、仮想通貨や、株などのね投資の話、ツイッターとかインスタグラムとかね、あと最近はクラブハウスも、ね、始めましたので、ぜひこの動画の説明欄にリンク載せてるのでフォローしてみてください。はい、今日も仮想通貨ニュースを読み上げてから、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ステラ、ネム、IOST という順番でチャートをぶつけをしていきたいと思います。はい、今日の記事はですね、 IT メディアビジネスの記事です。アメリカで高まる仮想通貨熱で、76% がポジティブ、日本はたったの、22% という記事でした。これによるとですね、日本のビットフライヤーが日米で行った調査があるそうなんですけど、それによると、ちょっとここに載せときますが、暗号資産についてあなたのイメージを教えてくださいっていう、記事で、22% がポジティブなのが日本。で、アメリカが、なんと 76% のポジティブってことですね。で、もう一個質問があって、暗号資産についてあなたに当てはまるものを選びくださいというのがあって、日本だと現在利用しているが 4%。で、利用したことあるが現在は利用してない人が 1% ということで、仮想通貨を利用したことがある人がたったの 5% しかないんですけど、アメリカだとそれが 22%、4倍以上いるという結果になりましたということで、まあ、この記事にもね書いてあるんだけど、日本では2000年以降貯蓄から投資へっていうことを言われてきたんですけど、それでも未だに日本人の多くは、資産の多くが預貯金と貯金になっているということでした。まあ私ね、もともと銀行員なんでね、はっきり言うとね、日本の銀行にお金預ける人は、賢くないです、はっきり言って。日本の銀行にお金預けても何の得にもならないので、投資した方がいいですね。だからそれを言ってもね、日本人ってね、お金に執着が強いんですよね。だから逆に投資できないところがあると思います。他のちょっとね、藤丸大学の方の動画とかでも言ったことあるんですけど、投資に向いてないんですよ、日本人の多くて実はね。なので、まあなかなかね、投資に、手が進まないので、まあ、しかも株なんかの投資のね、してる人の割合なんかも先進国で一番少ないぐらいなんですよね。だからそんな国なんで仮想通貨もなかなかね浸透していかないんだろうなと思います。ただもうだんだんとね、日本の中で、まあ、その今 5% しかいないのがちょっとじゃあ 7% ぐらい増えましたって言っても 1.5 倍ぐらい増えるわけなんで、まあ、そういうねちょっとしたそのブームみたいなのはねやっぱあると思うんですよね、日本でもね。なので、まあ、引き続き日本でももうちょっと仮想通貨をやる人が増えてほしいなという記事でした。はい、今日の記事はプラスマイナスね、6ぐらいにしたいと思います。はい、今日はビットコインからチャート分析いきたいと思います。ビットコインが今390万円を推移しております。一時期ね、407万円まで上げました。結構上げてきたんですけど、ちょっとね、ストンとね、さっき20万円ぐらい落ちました。ちょっと直近の足を見てみるとこんな感じですね。まあ、結構長い日月つけて陰線なんで、こっからダラダラ下がってくる可能性もあるかなと思ってます。こっからが落ちてきて、この平行チャンネルをまた下に向いてくるんだとすると、そこでショート入りたいですね。ショート入ってこの辺のね、290万円ぐらいのところ、27,800ドルとかそれぐらいまでめがけてショート落ちたいかなっていうふうに思います。ただここでちゃんと食いとどまってもう一段上に上げれるようだったらそこでロング入りたいですね。ちなみにツイッターの方に言ったんですけど、ここら辺で3日くらい前に取ったロングはここで決済しました。私は宣言通り、37,100ドルかな、で、利益確定して、なんと30万円幅ぐらい取りましたので、ここで私は爆撃でしたね。でちょっとここは様子見したいです。しっかり平行チャンネルを上に迎えるのか、で、下に落ちてくるのか、それによって、ロングするか、ショートするか、決めていきたいと、いうふうに思います。で、現物の人はね、ちょっと今ね、怪しいので買っていかない方がいいと思います。逆に、こっから上に上がってくるんだったら、ちょっと土点で買ってもいいかもしれませんが、だらだら下がってきたら、この辺の下限のね、290万ぐらいまで、落ちてくるのを待ってから買っていった方がいいと思います。
はい、ビットコインはそんな感じですね。じゃあ次、イーサリアムです。イーサリアムはこんな感じです。この平行チャンネルの上に抜けました。イーサリアムお得意の平行チャンネルの上抜け。この辺もありましたね。こういう平行チャンネルあったんですけど、上に抜けて爆上げしましたところで。さっき夕方ぐらいまでは、こっから、かなり上げてくるのをちょっと期待したんですけども、ちょっと眩しいですね。期待してる、したんですけど、ビットコインが下げてきたんでね、それに合わせてちょっとイーサリアムも、ちょっと大きな陰線をつけようとしています。こんな感じですね。ただまあ下髭が長い。なので、この平行チャンネルの上で耐えきれるんだったら、ちょっとロングしてもいいんですけど、またダラダラと落ちてくるなと逆にショートして、この辺の4万ぐらいのところ、$1,350ぐらいのところまで目がけてショートしたいかなって感じです。ちょっと様子見。まあ、ビットコインと、基本的には同じ、戦略でいきたいと思います。なので、現物買いたい人は、ここからまた上に上がってくるだと急いで買った方がいいんですけど、また、この平行チャンネルを下抜けてダラダラ下がってくるんだったら、14万ぐらいのところで、差し値入れとくと、刺さるんじゃないかなというふうに思います。はい、イーサー以上です。じゃあ次、リップルですね。リップルはロングしてたんですけど、で、一時期ね、43円ぐらいまで上げました。結構上げたんですけど、まあちょっと最近ね、こう、ちょっと上げてもストーンとヒゲつけてっていうのが続いてます。で、また元の価格に完全に全戻してしまいました。まあ、この辺ね、4時間してみたらこの一目のね、赤い雲ありますので、確かにちょっと上値重くしやすいんですよね。で、リップルは大事なところは、まあ今こういう三角持ち合いとか、まあアセトラみたいになってきているので、ここ割ってくると厳しいと思います。ここ割ってくるとまたね、35円とかね。それぐらいまで落ちてきても、おかしくないかなと思うんですけど、ここをね、下に割ってこない限りは、まあ、まだロング持とうかなと思います。だから、ここを抜けたら、もう抜けそうなんですけどね、今取ってる時点でも。ここ下に抜けたら、私もロング切ろうと思ってます。私は 0.40 ドルぐらいで入ったので、まあ今損益、トントンぐらいなんですけど、ここ割ったらすぐ切ります。まあ逆に言うと、今ロングのね、いいポイントだと思います。この、下の線にタッチしてるので、まあ今ロングして、さらに高値のね、このアセトラの上抜けで、こっからここまでの半値戻しの55円ぐらいを狙うって感じがいいかなと思ってます。うん。まあ買っていってもいいと思います。現物も同じように、ぼちぼち今40円ぐらいなんですけど、買っていってもいいかなというふうに思います。リップルは以上です。次がね、ステラですね。ステラがこんな感じで三角持ち合い形成してて、結構上に上がってきてました。一時期ね、37円ぐらいまで上がったんですけど、さっきのビットコインの暴落により、ちょっとね、チャート形状崩れましたね。だからチャート形状的には、まあ、こういうダブルトップからの暴落なんで、またこのね、三角持ち合いの下限まで落ちそうな感じがします。落ちてくるんだとすると、32.7 円ぐらいまで落ちる可能性がありますね。なんで、買い場としてはそこかなと。現物の人は 32.7 円あたりで、買っていって、そのうち三角持ち合いの上抜けを期待して、そのままもガチをするっていうのがいいかなと思ってます。ちょっと調子悪いですね、ステラね。他のコインよりちょっと下落幅が大きい感じです。なので、三角持ち合いの加減で、買っていくっていうのが、まあいいかなと思います。はい、じゃあ次、ネムです。ネムが、27円ぐらいをね、推移してますね。ネムは、ちょっと一回落ちてきてしまいましたね。ちょっと、惜しかったというか、まあ残念、まあ、まあでも、いいんじゃないですかね。こういうね、上昇ウェッジだったんですけど、このね、上限で一応サポートされてるような感じになってます。ここで。今もね、ちょっとヒゲつけたんですけど、サポートされてますね。ヒゲつけて、ちょっと上がってきた。だからまあ、まあ、買っていってもいいと思いますよ。リスクリワード的にはね、今買って下でこの線割ってきたら損切りっていうのができるんだったら今買ってもいいと思います。まあ、引き続きボックスレンジなので大きく見るとね、下が18円、上が32円ぐらいのボックスレンジなんで、この32円超えてこない限りはまあ、上昇もありえないのでね。まあ、ここをしっかり超えてこれるかどうかがポイントって感じですね。で、もしビットコインがダラダラ下げるんだったら、ビットコインがまた200万円台とかね、300万円とか落ちるんだったら、ネムもまた18円ぐらいまで落ちてきてもおかしくないかなと思います。この辺も。このボックスレンジの下限ぐらいまで落ちてきてもおかしくないかなと。
いう感じで見てます。はい、2枚以上です。じゃあ次最後に iOST ですね。iOST が、今ね、1.7 円ぐらいをね、推移してます。引き続きここのボックスレンズですね。この小さなボックスレンズ。下が 1.5 円で上が 1.9 円のボックスレンズなんで、まあ、ちょっとあれなんとも言えないですね。また下に落ちてきそうな感じもするし、何回か押し目作って上に上がってきそうな気もするし、まあ、ただこの動画普段見ていただいている方は、この辺のね 1.5 円ぐらいのところで買った人も多いと思いますので、まあ、今含め益だと思いますね。20% ぐらい含め益だと思うんで、まあ、この辺で買えた人、1.5 円とかで 1.3 円とか僕が言ってたとこね、ここ。ここで買えた人とか、この上昇の前からね、0. 何円から持ってる人は、そのまま持ってていいかなと思います。私も1円で買ったやつ売ってないですからね。この 1.3 円を割ってくるようだと、そこで一旦売るかなと思います。ちょっとチャート形状的には崩れすぎなんで、上昇の1波、2波で、この辺でちょっともじもじしてから、さらに最高値更新っていうのを狙ってるんで、ここの、押し目を割ってくるようだとちょっと厳しいと思います。また 0.7 円まで落ちてくる可能性がありますので、ここを損切りラインにしたいかなと。1.3 円を損切りラインにして、そのまま勝ちをすればいいかなというふうに思います。損切りというか、まあ、利確ラインですね。ストップロスのラインが 1.3 円でいいかなと思ってます。はい。というわけで今日もチャート分析をしてみました。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして、動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であればコインチェックとビットバンクがおすすめです。コインチェックは、日本の取引所の中で最も取扱いコインが多いとなると、ネムのシンボルトークンのオプトインに対応しているので、必ず登録しておいた方がいいと思います。そしてビットバンクは全てのコインで差し値取引ができるというのと手数料がとても安いのでおすすめです。そして、日本の取引所にはない、エイダ、ユニ、ドット、その辺のね今年調子がいいコイン買ってみたい人は、バイナンスがとってもおすすめです。そして、FX も挑戦してみたいという方はバイビットとオーバービットがおすすめなのでぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。また明日。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますのでぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますのでこの説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤丸でした。